兄ちゃん、今日もこれだけ？私、キムチじゃなくていい加減わかめスープが飲みたい。仕方ないだろ、わかめだって高くて買えないんだから。じゃあせめてご飯。ここは韓国の半地下と呼ばれる激安物件。その名の通り、半地下の防空壕の跡を利用して作られた物件だ。そしてこの物語の主人公。なんで一流大学出たのにこんな目に。ソ・イジュンと。仕方ないわよ、不景気のせい、全部不景気のせいよ。ソ・ミンソは兄弟、どちらも一流大学に通っていた。2021年に先進国入りをしたはずの韓国だが、彼ら兄弟は就職浪人で極貧にあえいでいた。ねえ、若者の失業率が 10% 超えてるって知ってる？俺たち就職先が見つかるように二人とも一流大学を出たのに、どうして働き先がないの？だよな、何のために受験戦争を勝ち抜いてきたと思ってんだよ。もうこんな人生嫌。そう嘆いていても未来は開けない。彼らは韓国の輸出シェアの大半を占める半導体メーカーを受けることに。だが結果は、君たちの経歴は申し分ない。だが今回は諦めてくれないか？そんな、ひどい。お兄ちゃん、今日の夕ご飯はまたキムチだけなのね。仕方ないだろ、ご飯もなくなっちゃったんだから。本当ね、新しいバイト先探さないと。国が政策でキムチとうどんは安くしてくれるらしいけど。それうどん屋とキムチ屋さん大丈夫なの？確かに不安だな、安く売ったら倒産しかねないのに。でもなんで半導体の企業でも面接ダメだったのかしら。仕方ないかもな、韓国の不景気は半導体企業の業績悪化が原因だから。え、そうなの？ほら、韓国の主な輸出品は半導体だろ。うん。でもその半導体の大半がメモリー半導体、しかも組み立てる部品はほとんど海外で組まれたものだ。なるほど、韓国ではほぼ組み立てだけやってるって感じね。このメモリー半導体の価値自体が急降下してる。さらに韓国が先進国になって関税がかけられるようになったことにより、韓国の半導体の価格は急上昇。価値がないメモリー半導体なのに価格だけは高い。そんなの誰も買わないよね。それで経済悪化か。先進国になった意味あるのかな。それによって大学側と企業側の求人の需要と供給のバランスも崩れたんだ。で結果として労働環境の二極化が進んだんだよ。どういうこと？労働環境の悪い中小企業と労働環境のいい大企業の二極化だな。大企業は良質な賃金や環境を提供してくれる。そのせいで中小企業ではなく大企業に入ろうとする若者が続出。それで私たちも大企業への就職を目指しているものね。就職浪人が増え、若者の失業率が 10% を超えているんだ。それに見てみろよ、このガソリンの値段。うわ、この前より上がってない？1415ウォン、日本円で160円か。そう、原油高による物価上昇で俺たち国民は苦しめられてる。だから米もろくに買えないし、キムチ漬けの日々。はあ、お金も足りないし。で、仕送りが振り込まれてない。嘘だろ、それが俺たちの命綱なのに。本当よ、というかむしろ貯金がマイナスになってる。定期預金を担保にいくらか引き出されてるよ。逆に引き出されてるってどういうことだ？ちょっと母さんたち、どういうことだよ。仕送りはともかく俺たちの金を引き落とすなんて。ごめんよ、うちも本当に貯金がなくて、父さんも体を壊しちゃったし、私も働けるかどうか。そうか、でも仕送りは仕方ないけど、俺たちの金には手をつけないでな。分かってる、悪かったわね。というわけで仕送りはなしになった。どうすればいいの？新しいバイト先も見つからないのに。一
仕方ない。一食減らして一日二食にするか。そうするしかないわね。韓国の2022年6月の消費者物価指数は上昇率が前年同月比 6% と高水準だった。これは23年7ヶ月ぶりの高水準だ。だがこれは原油価格の高騰やウォン安による輸入品価格の高騰が原因なのだ。この価格高騰に兄弟たちはこれからも悩まされる。キムチも高い。政府の政策で安くなってるはずなのに。まあどうすりゃいいんだよ。さらに仕送りを打ち切った彼らの親も貧困にあえいでいた。日本では年金だけで生活できる人がいるそうよ。本当か。韓国とは大違いだな。それでも国の保護を受けている老人が100万人もいるんですって。うわ、年金制度がしっかりしててもそんな状態なのか。うちの子供たちの仕送りを打ち切ったが生活がつらい。そうね。私たち66歳以上の高齢者の10人に4人が貧困状態だそうよ。嘘だろ。なんでそんなに老人が貧困にあえいでいるんだ。そりゃ子供たちと同居する世帯も少ないし、年金制度も充実していないもの。韓国の高齢者の貧困率は 40.4% で OECD の中でも高い水準を維持している。これは高齢化の進む日本の2倍の数字だ。そして関連資料を提出した37加盟国の中でもトップクラスに高い。それだけ韓国の高齢者の貧困は切迫した状況になっているのだ。そしてそのしわ寄せは若者世代にも押し寄せる。ねえお兄ちゃん、韓国の若者が不景気によって諦めてるものが4つあるんだって。なんだそれ、聞いたことないよ。恋愛、結婚、就職、出産の4つを私たちは諦めてるんだって。人生終わってるな。結婚するにしてもお金も就職先もないし、恋愛したくてもデートする余裕もお金もない。就職だってどこも雇ってくれない。それで出産どうやってするんだ。私もそう思う。俺だって一流の企業に入って彼女もできてたはずなんだ。それなのに企業が雇ってくれないせいで。お兄ちゃん泣かないで。私も同じ気持ちだよ。結婚したいし子供も欲しい。でもどっちも不可能だから諦めるしかないね。さらに子供世代の貧困は若者より凄まじい。お母さん、今日のご飯は？はい、うどんにキムチ。これだけ？ごめんね、お母さんの勤めてた会社潰れちゃって今はこれしかご飯がないの。なんだよこのドキュメンタリー。私たちよりも子供たちの方が深刻なんだね。だな、なんとかしてやりたいけど俺たちも金ないし、こんな時政府がどうにかしてくれるといいんだけど。ああ、それならちゃんとしてるよ。ん？政府何をしてるんだ？一日一食600円あたりの食料が買えるプリペイドカードを子供たちに持たせてる。それでコンビニやスーパーで好きな食料を買えるんだって。なんか支援策がギリギリすぎて笑えないな。それに一食じゃなくて3食買えるようにしろよ。一日一食って俺も体験したことない。というか少子化の波が迫ってるのに大切な子供が3食食べられないって政府は何も思わないのかしら。俺たちはいいから下の世代はしっかりと支援してほしい。でも今日もご飯はキムチと安売りしてたうどんだけどね。訂正、俺たちも豊かになれるようにしてほしい。もうバイトしてるけど短時間しか働かせてもらえないよ。お兄ちゃんももっと働いてよ。俺だって今のところで精一杯だよ。これ以上は仕事増やせないって。そうなるとさ、もう一日一食にするしかないよ。仕方ないよな。家賃の支払いも光熱費の支払いもあるし。それだってギリギリなんとか支払ってる感じだし。どうすりゃいいのよ。
ああ、俺たちも先進国入りの恩恵を受けたいぜ。でも、パンの耳は美味しいね。そういう小さな幸せは壊されたくないね。このパンの耳も、もうこれでおしまいだけどね。なんで近所のパン屋さん潰れちゃったの？本当に悲しいよ。俺たちも子供たちみたいに一日一食支援されたい。バイトのシフトも入れてもらえない。しかも給料も安い。俺たち本来だったらいい大学行ってすっごいエリートになってるはずだったのに。結婚もできない。子供も産めない。恋人も作れない。就職もできない。もうお先真っ暗だな。もう私は玉残し狙って結婚すればいいのかな。でも今の人は働ける女性じゃないと嫌がるし。正社員じゃない時点で弾かれるだろうな。俺はもっと絶望的。俺みたいな生活してるやつと付き合いたい女がいるかよ。せめて顔が良かったらな。いや、俺たちの場合は整形しても無理レベルだろう。だよね。本当にどうしたら普通の生活できるのかな。そうだな。中小企業を受けてみるか。だが結果は中小企業もダメだったね。散々だったな。どうしてエリートでこんなとこ受けるんだって。確かにそう思われても仕方ないかも。私たちみたいな学歴の子たちはこっちに本来だったら流れてこないし。なんだよそれ、学歴社会の弊害じゃないか。本当に私たちの支援もがっつりとしてほしい。一流企業に勤められれば就職も恋も結婚も子供だって諦めずに済むのにな。本当にトホホだぜ。